ガラス瓶電球の作成です。まず蓋に電線ですね、導線を入れる穴を開けます。もう一つ開けてあるんですけども、導線を入れておいて、フィラメントになる部分を作るんですけど、段ボール工作用紙にクリップを貼り付けるんですけど、導線の先にクリップを留めて、こちらにもうできてるのが一つあるんですけど、アルミホイルで シャーペンシルをですね、こう固定するところを作っておきます。で、一旦フィラメントになる部分をですね、テープで留めてしまいます。ちょっと動くようでしたら、ね、仮止めでも構わないんですけど、一旦ここで固定しておくとね。こっちの方まで止めておくと、安定する感じですね。ね、ちょっと長さが違っちゃったんですけど、ここまで来たら、このアルミホイルを、2本のアルミホイルに、このシャーペンシルですね、シャーペンシル芯が、こう渡るように置いて、いいですか。ですね。シャーペンの芯が渡るように上に置いてですね、アルミホイルをちょっとこう折り戻す。で、芯を固定する形になりますね。ですね。多少ガタガタしても仕方ないんですけどね。あと瓶の口径に合わせて、ちょっと長いようでしたらここで芯を折っておきます。端っこの方ですね。ちょっと長い感じがするので、ちょっとまだなんかガタガタするので、心配だったらこのホイールを折り曲げたところをさらにテープで留めておくと、まあ、より安心できるかなとですね。はい、それではフィラメントになる部分を瓶の中に挿入します。ガラス瓶の中に挿入して、導線の部分がちょっと緩い感じがするので、この穴の部分ですね、ちょうどいい感じのところで固定をしてしまうと、ね、フィラメントがちょうど真ん中に来るところでね、導線を固定する感じです。では、あとは、
まあ、電池ホルダーあればでも構わないんですけども、別にあの乾電池を直列につないで、これでスイッチオンつなげるだけでもフィラメントが光ると思います。